皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、はい、今回はですね、2月15日水曜日、昨日の2月14日、CPI だったりとか、決算含めてね、大きい一日というところを乗り越えたので、もちろん今日も決算出てますし、それを受けてね、大きく動いてるところとかもあるんですが、自分の中では、この14、15あたりからは、その決算に向けてというよりは、この決算を受けてね、下方修正したり、上方修正したりとか、で、3ヶ月後の、次のクォーターに向けての、またポジション、利確、損切り、新たに買いで入るとかね、っていう時期かなと自分は捉えているので、またこう、高決算とかね、次の、決算3ヶ月、6ヶ月後に向けて、新たに、買ったり売ったりっていうところかなと自分は捉えてます。ただ今までも、前も言いましたけど、決算の後っていうのはね、決算ピークの後はちょっと、全般、崩れやすいというかね、相場が落ちやすい傾向なのかなと思うんですよね。だからもし地合いが崩れれば、安いところ普通に拾いたいなっていう、その高決算とかね、業績いいとか将来性があるところはね、でそのまま落ちていっちゃうところに関しては、できるだけ高いうちに、利益が少なかろうが、ちょっとぐらいの損切りだったら早めに手放して、次も業績伸びてるところに迎えればなというふうには思うんですけど、で、昨日の、CPI ですね、夜、受けて、ショート動画の方ではね、簡単に見たんですけど、円安に向かってます。で、内容も雇用統計も実際円安方向の内容でしたし、昨日の CPI もね、上下激しかったですけど、円安方向で、陽線、チャートではね、確かにこう上げチャートにはなってて、素直に上げチャートなんですけど、134のところに、この日足じゃなくてね、4時間足とかで見ると窓みたいなのがあるんで、まずそこに向かうのかなぐらいですね。あとは134から135のここの抵抗線というかね、ラインも結構硬いと思うんで、4の窓閉めて5前後が硬いかなとは思いますね。この上に抜ければの話なんですけど、で、下は下でね、なんか新たな材料というか、そのアメリカの利上げ、日本の、日銀のね、マイナス金利、金融緩和、どうなるかっていうところの材料が出ないと、130、128の間も、下は下で硬いし、上は上でね、135前後かなとも思いますけど、130前後から135前後のレンジになったとしてですよ。例えば、もともと115前後のレンジでずっと動いてたものが、なんか一方通行で150に来たり、一方通行で130に来たりっていう、ちょっと大げさなのが最近多いんで、レンジでね、動くっていうのも悪くないかなと思うんですよね。だから130行って135、135から130。で、また135、130ってのは2、3セットぐらいね、あったとしても、うまく乗れればいいなとは思います。で、為替じゃなくて、ちょっと株の方に戻ると、今日はね、ダブルスコープがプラスで引けたことと、決算っていうよりは、今日は IR 中心になります。で、メディネットとか、ブライトパスバイオとかが IR 出てあげてるので、今日は決算で大きく動いたっていうよりは、注目銘柄プラス、IR メインで見ていきたいと思います。で、日経平均、マイナスですね。マイナス100。で、昨日のダウンもマイナス156ということと、マザーズがマイナス7で、ちょっとね、700後半、800手前重いかなっていう感じで、今、上から、平均線にぶつかってるんでね、耐えれればいいですけど、このちょっと、最初、さっき言ったね、その決算期がちょうど終わる
頃にマザーズも下向いてるんで、また700とか目指しちゃうのかなと。まあ、そうすると全般崩れてくるんでね、うまく拾えたらいいなというところと、まあ、あとはそれでも伸び続けるところもあると思うんですよね。で、今日はまあ、ダブルスコープから見ていくんですけど、まあ、読み上げになってしまいますけど、キャンバスとかは、まあ、プラス2でね、まだ上げるんかいって思ったんですけど、まあ、下髭ありきの陰線なので、まあ、もしかしたらね、ここら辺で一回、下げが来てもおかしくないかなと思いますけど、まあ、この買い上げが非常に強いんで、まあ、どこまで上げたいのかなっていうのはちょっとわかんないですけどね。まあ、最近の、まあ、今度見ていこうと思うんですけど、まあ、ダブルスコープが大きく落ちた時も3000から1500だったんですけど、今 EDP ってところですかね、3万から、今1万7000とかぐらいまで落ちてるんですけど、まあ、似てるんですよね。だから3000から1500も3万から1万7000もだいたいそこの下げ幅というか、最近だからこの短期でね上がってもみ合って落ちるみたいなのが3000っていうのなんかわかんないですよ、多いんですよね。マイクロ波価格も一回3000つけてから、まあ、1600まで落ちたりとか、3000つけて1500付近ね。このパターン何なんだって思うんですけど、なんかこう、だって時価総額とか発行枚数とか全然違うのに、なぜかね、この、ありますね、最近のトレンド。なので、ちょっとキャンバス今、2300なんで、まあ、一回押し目が来るのがどうなのかってところを明日見ていきたいなと思います。で、まずダブルスコープ、次メディネットの材料っていう順番でいきたいと思います。はい。で、ダブルスコーププラス49ということで 4% 上げとなってるんですが、まあ、昨日のですね、陽線がちょっと頼りない十字上髭長い。で、まあ、出来高はかなりできてるんですけど、まあ、窓を開けてね、この陽線だったんでどうかなと思ったんですけど、まあ一応、まあまた窓開いちゃったんで、チャートとして綺麗ではないですけど、まずこの昨日のこの十字の上で推移してくれたっていうのはすごくいいことかなと思いますし、この2日だけなんでね、この2営業日だけなんで何とも言えないですけど、まあ、前回のここ十字つけて一応この次の日陽線ってここに似ていると、今のところですよ。まあ、大きな底、2番底というかね、2階底になるには、まあ、ここでの動きが必須かなと思うので、まあ、一応陽線2発来ましたんでね、まあ、明日からのこの、まずは窓埋めに期待かなというところで、ダブルスコープですね。で、次、メディネットなんですけど、はい。で、メディネットが、まあ、ザラバはですね、マイナス1ということなんですけど、PDS が、まあ、プラス 3.5 と、まあ、5% 上げなんですが、まあ、材料を見ていきたいと思います。はい。で、メディネット、まあ、2月15日、NKT 細胞活性化の、細胞加工技術を新たに提供開始ということで、まあ、こちら出てるんですが、まあ、今のところですね、PTS の反応も、まあ、そこまで大きいものではないので、まあもちろんいい内容ではあるんですけどね。まあ直近ですぐ、業績にとか大きいお金が入るってわけではないので、まあいい内容っていうふうに捉えつつも、まあ徐々にかなと。まああとはメディネットが一回こうチャートをね、しっかり作って、まあ半年一年後の、まあ黒字化になれるのかっていう決算に向けて、しっかり、まあ約2倍ぐらいはね、決算期に向けて上げていけるのかっていうところなんで、まあ今、変な話、ちょっと中途半端な位置ではあるんですよね。60円、70円とか。だからまあ一回、まあそのまま上がるってパターンもありますし、一回上がる前に、こう、信用をね、崩すというか、信用組を壊して、一回こう落ちてから V 字で上がるみたいなこともありますんで、まあ、チャートはね、日々チェックはしてますんでね。綺麗なチャートになったらまた紹介したいなと思います。で、次がブライトパスバイオですね。はい、で、ブライトパスバイオプラス13ということで、もうチャートもめちゃくちゃ綺麗なんですよね。だ決算はいまいちだったんですが、まあそれも織り込んでね、まあこの窓、
まあ、全締めとはいかなかったですけど、やはりこの100前後でそこを固めた時は強かったということで、またこのね U 字型というかね、綺麗に何回でもそこね固めて上げてくるということで、まあ、PTS も、18% 上げプラス 36.8 ですね。230で高いところは244まで上げていると。で、IR 見ていきたいんですけど、はい。で、ブライトパスが国立がん研究センターとの共同研究を発表ということで、この日の取引終了後、開発を手掛けるがん治療抗体薬シードの標的に関して国立がん研究センターと共同研究を行うと、発表したということで、まあチャートもね、今底堅い、まあ上昇チャートの時期で、プラス好材料ということで、まあ 18% 以上ね、まあ 20% 弱の上げということで、まあプラスに反応しています。で、最後ですね、まあちょっと注目銘柄いくつか読み上げて、終わりにしたいと思うんですが、まあチャートはですね、まあバンクオブイノベーション、今日強かったんで見ながら、終わりたいと思います。はい。で、バンクオブイノベーションはですね、まあ、直近の決算、を受けて、上昇中ということで、まあ、今日はですね、まあ、リミックスが、昨日決算出てね、良くなかったっていうことで、15% の下げ、15% 以上の下げで、まあ、大陽線というかね、上髭ですね、上髭長い陽線なんですけど、まあ、がっつり窓も開いてますけどね、まあ、ここで V 字になれるかっていうところぐらいまで落ちたんですけど、まあ、ただその業績悪くて落ちちゃったんでね、せっかく窓開いて、陽線でこう、出来高っていう、まあ、上がってもおかしくないシグナルというかね、形にはなったんですけど、まあ、難しいですね。あと一歩、なんかこう、チャート作り直して、まあ、業績も上向いてほしいなっていうところだと思いますね。で、まあ、リミックス、マイナス42、15% 下げ。で、プレイド、マイナス34、4.5% 下げ。で、アイスタイル、続落ですね。マイナス4で、まあ、0.8% 下げということで。で、アジアゲートが、まあ、マイナス2で、まあ、68なんですけど、まあ、昨日 PTS も大きく上げてましたし、まあ、決算がですね、結構良かったというか伸びてるように思うんですよね。まあ、なので、まあ、ちょっとアジアゲートとかね、気になる方は次の決算に向けて、まあ、見て、で、それで、まあ、面白いなと思ったら買ってみてもいいだろうし、まあ、ちょっと調べてみてはいかがでしょうっていう提案ですけど、で、あとですね、まあ、言ってたその M&A 総合研究所、昨日、一昨日とね、陽線だったんで、今日上がっちゃったら損切りしようかなと思ってたんですけど、今日上髭の陰線になったので、まあ、このままショート継続というところでいきたいと思います。で、今回は以上になります。まだですね、PTS めちゃくちゃ動いているとかね、最近の決算で、その EDP ですかね、みたいに、まあ、とんでもない動きしているところとかも結構あるんですけど、まあ、週末だったりとか、まあ、最近ちょっとショート動画ね、まあ、エンタメの動画多いんですけど、株の動画も増やしていきたいなと思うので、まあ、例えば、こう、最近値動き激しい、チャートとかね、銘柄っていうのでショートで上げたりとかっていうので、まあ、紹介できればなっていうふうにも思います。で、まあ、あとですね、昨日、赤字決算かな、で紹介した楽天とかは一応プラス51で引けています。で、今回は以上になります。よかったら、下の概要欄に自分がやってるツイッターのリンクあるので、ツイッターフォローしていただいて、で、あとですね、まあ、昨日も言ったんですけど、GMO の口座開設のリンクみたいなのありますので、まあ、ちょうどね、口座を開設しようとか、作りたいと思ってた時期の方がいれば、まあ、概要欄から飛んでいただけるとありがたいと。まあ、もしよければ、そのツイッターとかの、リンク貼ってありますので、概要欄チェックして、まあ、こちらのチャンネルですね、YouTube チャンネル、登録して、また別の動画もチェックしていってください。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。